はい、こんにちはくんです。ということで、今回は誰が一番早く死ねるか選手権やっていこうと思います。ただ普通に死のうとするとダート積んで飛び降りて終了なので、そうじゃなくて3人が妨害する中絶対に殺さない3人と、絶対に死ぬ1人で競っていってもらおうかなと思います。はい、ということで、やっていきましょう。で、使うものは3人のうち1人ずつにダートと水とスポンジを配分します。水はスポンジがないと、まあ、水の中で死んじゃうからっていうのと、ダートがないと飛び降りて死ぬし溶岩とか埋めれない。で、水は、まあ、飛び降りた時にダメージをさす、入れさせないためのものです。はい。じゃあやっていきましょう。じゃあまずは、一番最初、ケインからいきます。で、止めるのは風化だね。風化は止めてください。まあちょっと、本当は3人なんだけど、まあちょっとどんなのかっていう風な説明するために企画の趣旨を。練習で一回やります。はい。じゃあ風化頑張って止めてください。時間かかります。はい。じゃあいきまーす。はい、スタート。はい、記録5秒。あー、風化惜しかったな。死んで欲しくなかったんだけどな、残念。ケイン上手かったね。風化頑張ったんだけどね、全力は尽くしたけど残念だった。よく頑張ったケイン。はい、本来は、3人で、土、水、スポンジで、やっていきます。はい、ケインの止める役、ケインもう一回やろうか、かわいそうだし。はい、他の人全員スペクテーターにするか。一回全員スペクテーターにして、はい、いきますよ。小太郎がじゃあダートで、千夜が水、両平はスポンジ、いきまーす。3、2、1、はい、スタート。ちょっと早すぎたかもしんないですね。7秒。これ一人でも変わんないよね。スタート位置が高すぎるか。ちょっと低い位置にスタートにしましょう。はい、じゃあここで、はい、再度いきます。スタート。あ、でもそれ飛び降りてもどうにかなんのか。なんか死ねないねこれ。だいぶきついぞ。あ、水に着地した。いや、やっぱうまい小太郎と千夜がうまい。なんかどんどん周りも水浸しにしてってるし、これさ、でも水死できるんじゃね、ワンチャンこれされたら。早く高いとこ登んないときついぞ。結構難しいな。あー、ケイン頑張れ。割と山の上来てるぞ。頑張って。そうだよな、23時。これ相続できるもんな、これで。頑張ってるし。あー、3分経っても死ねなかったらこれタイムオーバーです。3分をリミットにしましょう。罪とかなったりするんで、下手すりゃ。ケインさ、今のところ1ダメージも受けてなくね？ケイン1ダメージも負ってないよ、多分。はい、あと50秒です。あと30秒。あ、いける。あ、戦略ミスった。あおー！はい、記録。いやー、むずいな、これ。2分35秒です。あー、戦略惜しい。よかったな、23時。23時よかったね。はい。これ面白いね。はい。次、じゃあ、交代いきますか。で、止めるのが、陰キャ転生、MS、長月。これ止めれるのかな、俺。絶対無理。じゃあ、誰が何する？決めて、MS と陰キャと長月。あ、早決めろや。俺がダメージポーションします。いや、陰キャです。ダメです。すいません、ダメです。それ、ダメージポーションってさ、お前殺す気じゃねえか、お前。お前殺されないようにすんの。お前スポンジ持ってる、陰キャ転生。MS はダート。長月は水。オッケー。陰キャ転生、スポンジね。はい、じゃあ行きますよ。はい、開始。お、そういう手段。おー、あ、早っ11秒、記録11秒です。犬当てた。あと水撒いたバカのせいだぞ、これ。水撒いたバカ誰？これすごい止める人に左右されそうな気がするな、なんか。めちゃくちゃ。そっか、ここ犬いるのか。割と犬、うざいな。もう一回攻めて、もうちょっとだけ。何もう一回って。じゃあ、コウタンより上回ったタイムの人がいたら、コウタンにもう一チャンスあげるか。あ、じゃあ、西戸くんやるから、西戸くんも、のやつでやる？その、今の、あ、でも。いや、長月にチャンスあげてもしょうがねえわ。チャンスをつかみ取れない奴はいつまでも失敗し続ける。はい。ドギギと、ニャンドルと、マリオ。うわー。ここカットでいいかもね、これの回は。ちょっと。
面積にこれカットでもいいかも、これ。はい、15秒ですね、記録。でも、コータンの方が上です。ちなみに。コータン勝ってます。はい、次。はい、陰キャ転生。止めるのは、チルの、出来おこ、MC トマトソース。はい、いきますよ。3、2、1、スタート。は？はい、はい、失格。はい、失格でーす。バンしましたー。おもんな。おもんな、あいつ。次。次、麦さん。止めるのは、乗る乗る、クリボー、ガス。はい。じゃあ、頑張って止めてください。スタート。何で死ぬ気なんだ、これ。村が近くあるけど。ちなみに、3分経っても死ねなかったら、もう、死ぬ側の負けです。なんで村人殴りつけてんだよ。あ、ゴーレムいる。ムギさん、ゴーレムいるよ。あ、いいところに目をつけた。が、なんか壊されまくってる。これ、ムギさん、これ積んだくない？ムギさん、積みでは、これ。ムギ、確保！はい。ムギさん、これ積みですね、これ。はい、ムギ、失敗。これ、あと2分待っても絶対無理なんで、失敗でーす。まあ、3分にしとくか。失敗で。あとは、ゴリラ人散るのか。はい。ソーブーン、マイク、タコワサ。はい。決めて何が、誰が何するか。ダート。俺も土。は？俺もってね、そういうシステムじゃない。タコワサ違う。水なし。あー、オッケーオッケー。じゃあそれで。まあ別にそれでもいいよ。スペシャルルールで。はい、スタート。水ないのってどうなんだ？ゴリラビが下手くそすぎるからでもいけるかも。水なし。絵が地味。はい、あ、2分30秒。あ、いけるいける。あー、死んだ。はい。キロフ2分44秒です。普通に下手くそだったね。回線が悪い。え？別に回線悪い。あ、ほんとはゴリラビだけ回線が悪い。はい、じゃあ次。はい、じゃあチルノくん。はい、止めるのは、MC 豊かと、毒状態と、一周したな、小太郎。はい、じゃあいきまーす。用意、スタート。どうやって死ぬんだ？村の方って死ねる要因、あー、ゴーレムか。あ、うまい、うわ、ちょっと待って、チルノ13秒。これちょっと決戦するか。決戦表しない？トップ3の西とコータン、チルノを呼んで、この3人で早死に競争しよう。はい。同時開催。で、止めるのは、長月水、エビフライダートで止めて。で、のじゃじゃはスポンジで止めて。誰をどう止めても大丈夫です。はい。一番最初に死んできたら勝ちです。じゃあ行きます。3、2、1。はい、スタート。やべえ、のじゃじゃ今掘ろうとしてる。地面掘ろうとしてる、のじゃじゃ。てかさ、ゴーレム殴ったらよくね、これ。これゴーレム殴って、ゴーレムなんとかしないと。エビフライ、ゴーレムなんとかしないと。まずい。あ、ニッショが死にそう。あー、ニッショ勝った。ニッショ優勝。優勝ニッショくんでーす。ゴーレムのところ走ってったから、俺もっとみんなでゴーレムのところ行くと思ったら、長月も野津田もどっか行ってた。ゴーレム OP すぎだろ。ちょっと俺が死ぬの止めてくんね。長月の女のエビフライ。俺ちょっとやってみたいわ。はい。いくよー。スタート。どうしよう。どこで死ねっかな。山登りするしかないんだよな。うわー、これ水死絶対無理だな。あー。どうしよう。あの上まで行くか。結構むずい、これ。いやー、もうちょい。やっぱ一撃で死なないとダメだな。よし、いける！オッケー！ふぅー。2分か。まあ、ゴリラビには勝ったか。ゴリラビとケインには。ゴリラビとケインに勝ったからいいや。はい。じゃあ、じじ。面白かったね、これ。なんか、これなんか使わなくてもいいかもね。やる前にカット。
謎メンツなんかかわいそうな。はい、じゃあ決めて、誰が水やるか。はい、オッケー、それね。はい、じゃあいくよ。3、2、1、はい、開始。お、地味な、地味にダメージ。やばい。あ、助けた、すごい。あおー、15秒すげえ、めっちゃ運良かったな、今。おい、あると思わなかった、マグマ、そんなところ。まあまあ、運だからな、これ。犬いたのも運だしな。ケインは運が悪かったってことか。